こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、上善は水のごとしです。これは動詞老子道徳経第8章の上善は水のごとしによります。最上の善は水のようなものであるという意味で、その理由は、第一に水は万物を利する素晴らしい存在でありながら他と光明を争わない。第二に高きを求めず常に低いところに身を置く。第三に常に低いところにありながら谷川の水が最後に海に至るように徐々に大きな存在となるということです。だから上善は水のごとしを書いています。ここまでご覧いただきありがとうございました。